歩行者とドライバーの意思疎通を大切に、せーの、ハンド。夏の交通安全県民運動が今日から始まり、元 SKE48 の須田あかりさんらが参加して出発式が行われました。愛知県では歩行者が横断歩道を渡るときにドライバーと意思疎通を図るため手を挙げるハンドアップ運動を進めています。須田さんらは左右を確認してから手を挙げて横断歩道を渡る大切さを呼びかけました。愛知県の今年の交通事故死者数は全国ワースト2位の72人で、このうち道路の横断中に亡くなった人が22人となっています。